はい、昨日のね、動画の続きでね、昨日はねこれ全部こうカットしてね、差し木したんやけど、今日はねこれ植え替えをしてみたいと思います。多分ね相当根が張ってると思いますよ。これしばらく植え替えてねえけんな。ねえ、もうびくともしないですね。びくともね、これ通したぐらいで取れるかな。多分根がねガッチガチですよ。多分このヘラが曲がってしまいそうです。これヘラがね、こう素焼きの場合はこうすごくこう鉢にね根が張り付いたみたいになりますもんね。こう食いついたようなね感じになりますよ。空が邪魔します。空がね、何してんのかなって、また今日も何してんのかなって感じじゃなくな。お前また土食べんなよ、土を。おっ、だ土食べんなよ、土を。くな。はい、これはねヘラを差し込んだけん、ここら辺が崩れたけんね、取りやすくなる。こんなにねガッチガチですよ。ほらこれね、こうやってね、くダメよ、くーちゃんね、ガッチガチやな。水はねそこそこやってるんやけどな、やっぱ素焼きはものすごく乾燥しますね。やっぱね、これとか残しとってみるかな。もう出そうにないですけどね、カットして完全に木質化してますもんね。もうこちらとかはね出てきそうな気はしますけどね、こちょこっとね残っちゃうけど、これちょっとあえてやってみましょうかね。これから切ったところから根が出るかね。ガッチガチやな、もうね、ガッチガチですよ。くーちゃんね、ちょっと残してみましょうかね、このくらいはね。よしポンポンポン、なあくーちゃん、こういうふうにね、もう素焼きがこう張り付いてますよね、こうね、根っこがね、こういうふうにこういうの張り付いてるから、削り取ってね洗うのもねいいかもしれませんけどね。はい、これにね、これを入れましょうかね、これを。なあくん気になるか、くんはくーちゃん気になるな、何週か気になるやろ、くんな。よいしょ、まあね、こういうふうにまた入れてね、また配合やな、ね、こう入れて、まあ、またスーパーロングをね、スーパーロングをちょこっと入れときましょう。入れん方がね紅葉しそうですけどね、まあセダム系なんで何個かこれも入れときましょう。4個か5個ぐらいね。なくちゃん、くーちゃんがずっと近くにマスクがね、よいしょ、これにちょっと深上でしょうか。もうちょっと深上。まあセダムの場合はね、結構水吸うし、これ素焼きやから少しね、これ水がね、ウォータースペースが若干あるような感じでね、やっていきたいと思います。ね、入れて、何年ぶり。3年ぶりぐらいかな、植え替えたのがですね、もういつぶりかもう覚えてないですね。もうほんと植え替えしないですよ。本とか読むとね、1年に1回しましょうとかね、根詰まりしたら植え替えしましょうとか言うけどね、根詰まりするたびに植え替えしよったらやっぱいいね、紅葉はね、望めないかもしれんね。
よいしょ、こんな感じかな。で、ウルトランをね、巻いパラパラ巻いていって、ね、どうなるかやな。うん、よいしょ。こっちはね、もう水をね、ザバザバやっていこうかなと思います。はい、それとね、もう一丁ね、こっちも、やっていこうと思ってますけどね。ちょっと一度止めてみますね。はい、ということでね、もう一丁こっちなんですけどね、こっちがね、取るのに時間かかるかなと思って一回止めたけどね、あっさり取れました、これはね。あっさり。やっぱりね、すごいけどね、根がほらもう、バッチバチでも、バッチバチ。これ、買ったーもん。ねえ、くぅ。くぅちゃん、買ってーぞ、これな。くぅがね、画面に映ってないけど、隣でね、不思議そうな顔で見てます。何してんのかな、ジナ。何してんのかな、ちゅう顔やもんな。くぅがな、あくびしながら。よし。ね。まあ、こっちの方もね、あんまりこれのっぽやから、またこのままじゃちょっとキリがないので、伸びすぎたね。伸びすぎてるやつだけはちょっと切りましょう。パチンとね。何個か残しとかんとな。ね、多少光合成のこととかもあるから、うん、一株にね、最低1個は残しておいてみましょう。どうなるかね。これはこれでね、また差し木して増やしますけどね。ほいほい。あ、周りに差してみるか。周りにね。よいしょ。もう、ゴロッと、これを入れて、土をね。土を入れて、ああ、これにもやっぱちょこっと入れるかな。肥料な。スーパーロング入れましょう。なあ。よいしょ。これに、またポンとこれ入れてね。入れて、ここに、ね、土。すみません、なんかつまんない作業動画になってると思うけど、すみませんね。こんな感じでね、あとあとどうなるかもちょっとやっていこうかなと思ってますけどね。はい、こういう感じかな。よし、はい、してね、こっちはね、まあ、さっきねカットしたやつもあるから、まぁ、あ、ちょっと先オルトランパラパラ巻いて、パラパラ巻いてね、パラパラ巻いて、こちらをね、さっきカットしたやつをね、こっちを刺していこうと思います。こっちをね、周りにね、空いたスペースにちょっとこう刺していってみましょう。どうなるかね。こんな感じでね、最後これもこういう風にね、チリチリになってる、こういうやつはねもう取った方がいいですね。うん、やつはもう取ってね、健康そうなとこだけ残して、これはここにしようかね。はい、一応まあこういう感じでね、2鉢をちょっと植え替えました。ちょっとここら汚れてるからね、一回整理するため止めます。はい、ということでね、伸び伸びだったね、乙女心が、こういう感じにね、植え替えで、こういうことになりました。まあね、右側の方はねどんな感じになるかなと思いますけどね、切ってしまったとこから、果たしてね新しい芽が出るのかがちょっと分かりませんけどね。まあ左側の方はね、周りに差し木もしたんで、まあそれなりになるかなという気はしてますけどね。
うん、こちらの方も、昨日の動画のね、挿し木苗の検証とともにね、こっちの方も様子を見ていきたいと思いますんで、またね、なんか報告できることがあればね、動画にして、またね、配信したいと思いますので、皆さんまたよろしくお願いします。はい、それではまた。